はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、いずもでございます。それでは今回もこちらゴーストボーイヤー東京ですね。前回の続きからやっていくんですが、前回の最後にね、一応言ったかなと思うんですけど、ちょっとコンパとかは、ジパートまでやるかはわかんないですけど、前回ストーリーを進めた際にね、結構神社が解放されてるんですよ。これ今、マップのズームと、ズームイン、ズームアウトが、ここズームアウト限界なんで、多分この右半分って感じだよね。左側はこれもともと限界なんじゃないかな。ここら辺の霧が、もしかしたら晴れるかもしれないですけど、ちょっとこの右側にね、バーっと出てるね、この辺の神社の解放と、その神社の解放にちょっとね、秋が来たらっていうのはあれですけど、ちょっと、やってること一緒だなーっていう風になったら、まあそこから、サブミッションね、消火の方にやったりとかっていうのをやっていこうかなと思ってるので、まず今目的地に設定した一つ目の神社まではカットしていきましょう。はい、というわけで、手前まで来ましたが、なんだかまがまがしい声が聞こえるか？まあでも普通の敵しかいないかな？いないかな。まあやってっちゃおうか。もうね、あんまりストレスやっててもしょうがないんで、バシバシとやっていっちゃいましょう。あれ？今どこに消えた？おうおうおう、ドロップキックしてくんのか、お前。なかなかアグレッシブ男子高生だな。よいしょ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 。いた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 。よいしょ。あれは結構飛距離があるんだよね。今でもなんか味方に当たった判定出てた。オッケー、近距離の。あ、はい、痛い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 。ガードが間に合わなかったな。あー、なんか視界に入らないぞ。なんかうまいこと捉えられないな。痛い痛い痛い。あー、うん。ちょっとね、操作がまたおぼつかなくなってしまっている。ん？よいしょ。あー、今コアの引き抜きが露出するのと。こいつのテレポーテーションが完全に被ったせいで凄まじいことになってたな。コアを露出しながらテレポーテーションしてましたね。よいしょ。ジョーカー、思いのほか小さい社だった。ん？ああ、サブミッションかな、これは。これは何の術ですか。金運術。金運種かなが解放されたと。でね、一応ね、あ、違う、間違えた。こういう、お賽銭箱を見つけたときは、願い事を3つに増やしてくださいって何？そんなことできんの？やってみる？何何？そんな願い、叶うわけないだろ。あ、やっぱり。やっぱりそうですか？いつもね、お地蔵さんの位置をね、ちょっと教えてくださいっていう風にして、お地蔵さんのね、回収に役立てることができるように一応してるんですよ。やっぱり弾数が多いに越したことはないので、基本的にはそういうムーブにしてるんですけど、あれ次の神社あっちか。なるほどね。まあ、これで近づくの神社もね、また続けざまに行っちゃいましょう。まあ、ここはそんなに距離が離れてないから、このままね、行っちゃおうかな。あー、もうそこが多分もうね、神社の入り口というか。うん。守衛さんがいますね。おにぎり食べとこうか。さっきだいぶ食っちゃったからね。だいぶ食っちゃった？うん。だいぶ、ダメージを食らっちゃったからね。よいしょ。で、ちょっとその間に、回収と、回収とというか、弾の回収とお金の回収とっていうのをして、こいつらってほら、意外と目が悪いことで言う、めだけどさ、別のやつに見つかるよね、やっぱり。ちょっと。いや、周りをね、確認しないで一旦私も悪いんですけどね。ちょっといけるかなっていう淡い期待を抱いちゃいました。よいしょ。ためとこうか。ためショット。そう、ためショットだとさ、あいつがよろけてる間にさ、なんかよろけてる間ぐらいさ、傘の能力を解放してほしいよね。いやー、ちょっと今日ガードが全然追いついてないね。よいしょ。よいしょ。パワー引き抜いていけると、左側のやつ、左側のやつ。よし、オッケー。よいしょ、よいしょ。オッケー、オッケー。よいしょ、オッケー。これで引き抜いて終わりといったところかな。
あ、うん、なんかまだいるのかなこれ。黙らせるぞ。あー、なんか赤いやつがいるね。ちょっと硬いんだよねあいつね。よいしょ。溜めて溜めて。なんかこいつ傘をね前に出してくるムーブを、あ、これ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 、ガードの姿勢をね取ってくることがあるんですけど、あれさえなければ意外と、よいしょ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 。あー、めんどくさ、あ、違う違う、アップ開いちゃった違うんですよ、ごめんなさい。あのタッチパッドで、あの右にスライドすると水になって、下にスライドすると火になって、上でね風に戻ってっていうのができるんですけど、今間違えて押しちゃいましたね。勢い余って押しちゃいました。あ、違う違う、開ける開けるでお金は回収。意外とねお金の消費が早かったりするので、回収できるものは回収していきたいところ。よいしょ、これも浄化と。 OK、 あ、この手前ね、これまた金、はあ、ついにか。恩美なのかな、恩美種とでもいいのかな。これでまた解放されたことによって、今度はこの辺か、この辺2つが解放できるようになったので、まあこの2つぐらいちゃちゃっといっちゃおうか。あ、違う違う違うちゃちゃっといっちゃおうかってね。やっぱさ、ゲーム機種をいろいろ持ってると、そのプレセ5とスイッチでさ、まあ、決定ボタンとかの違いが発生するじゃないですかそれでこうゲームを入れ替え入れ替えでやってるとね、やっぱ丸と、あー、なんかいるわ、丸とね、罰概念がねやっぱ崩れるんですよね。あれやる、あれやるか、やるしかねえよな。よいしょ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 。オッケー。あー、やだやだ、強いやつはね強攻撃で押し切るに限るんですよ。神社マニアの日記、ほほう。これは上パターンか、上パターンはどうやって上がろうかな。なんかあのね、天狗とかでね簡単に上げさせてくれるパターンと、建物の中を地味に地味に行かなきゃいけないパターンとあったりするので、コンビニの袋回収。はいはいはい、 OK。 なんか今でも見る限りここのはしごで行けそうなんだけど、ここのはしごに行くためにはどうすればいいのかな。無理くり行ってみる。ここからこうして、よいしょ、あれ、危ねえ、これ隠れたところでもう無駄かなこれ。あ、なんか緑ジャージとかいいんじゃん、あれ1年生2年生。あ、え、あ、え、 OKOK、 とりあえず登っちまおう、とりあえず登っちまえば、ほら索敵から外れれば勝ちだから。全て戦うのがね正義とは限らないんですよ、たまには逃げることもね大事なんです。もしかしてあっちに移るとかあるかな。ごめんね、とりあえずこれを回収したくて今そっちを向いたんだけど、よいしょ。はいはいはい、いた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 いと言いながら、こいつらはねなんか意外とこの攻撃力が低いせいでちょっとね、力が湧いてくるレベルアップしたからか、そう意外とねスルーしがちというかね、まあ食らっても大丈夫っしょみたいな感じでね安易に考えちゃうんで、まあ良くないんですけどね。よいしょ、こっちに渡って、これ壊す、でここ登る、ここ登る、これ登れる、え、これ登れるかな、え、なんか微妙そうなんだけど、いける、あ、いけるわ、よかった。あれいけないときが一番めんどくさいからね。よいしょ、解放していきましょう。よいしょ、ニンニン、これは何種ですか。ジオウ種、なんか巨人が塔を守っているみたいだ。どれどれどれ、あ、本当だ、厄介だぜ。はい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 、これメインストーリーの話ですね。ほら、あそこ真ん中のね、画面見えるかな、ちょっとね真ん中の渦のちょっと左にね巨人が映ってて、
まあ、確かになんか巨人がね、5、6体ぐらいかな、なんかあの渦に向かってね、集結していたのが一応ストーリー上ではね、最後そういった姿を見たというところで終わっていますが、よいしょ、ちょっとこの霊たちも吸収しとこうか。よいしょ、他にもいる。はいはいはい、分かってる分かってる。で、この次はどこにしようかなと、チラリ、これか、これをやる。で、今さ、でも見てた方向的にさ、ストーリーでさ、あ、この辺とかかな、なんかこの辺とかかな、あ、これか、これか、メインストーリーね、巨人。まあ、鳥を浄化していくことによってメインストーリーも進むというところなのかな。まあ、ただメインストーリー進めすぎても、ちょっとサブミッションも今回やりたいので、ちょっとメインストーリーばかり気にしてるとちょっとあれなのでね、これをここだけ解放したら、よいしょと。なんかいる？なんかいたか？あそこだけね、あ、めっちゃいるね、なんか。あそこだけ解放したら、とりあえず、ちょ、ライトつけない。サブミッションをね、何個かやってみようかなと思ってます。こいつ、頭という概念がないからな。意外と、そう、ヘッドショットっていう概念はやっぱりあるっぽくて、ちゃんとね、頭があるタイプの、サラリーマンタイプとか、あの辺をね、ちゃんとヘッドショットで射抜くとね、なんかこう、やっぱクリティカルダメージっぽくなるんですよね。今の女子高生もなんかでも、首根っこの方とかだったら、割とダメージ強いとかあるんかな。あ、それともこの子たちの耐久力の問題かな。そういう方よ。よいしょ。よいしょ。OK。弓も使い慣れたもんですな。あ、本当はここから入ってくる感じだったのかな。そんなことない？よいしょ。OK。吸収できるものは吸収していっちゃおう。よいしょ、そこもね、吸収してね。なんか結構やっぱりその地図開いた時だったっけな、なんか全体のね、ほら、右上の幽霊転送率 19.14% ってね、結構ね、敷居が高い、敷居じゃねえな、難易度が高いんですよ、全部回収する。経験に任せます、お願いします。解放。で、このタイプは、吸収するね、幽霊の数が美味しい。766だよ。すごくない？さっきまで100とかだったの皆さん見てました？で、ここも解放しよう。はい、解放。オッケー。祈る。500。ジョロラーメンが食べたいとか。ジョロラーメンって言うのこれ。なんかほら微妙にゲームによってさ、その辺違ったりすんじゃん。お地蔵さんの位置かな。めっちゃ暗くなった、雨のせいかこれ。非常に助かる。なんかいろんなさ、これお地蔵さんが手に入るね。急にここにパソコンが落ちてる。これデータ収集ですね。データ収集要素なのでそんなにはやらないけれども、ちょっとマップだけ一回開かせてください。呪いのピアノが解放されて、お地蔵さんがここですね。はいはいはい。まあ、サイドミッションこれだけあるからね。でもまあ今偶然目の前に現れたこいつからやっていきましょうか。ね。なんかピアノがなんちゃらってね。うん。はいはい。それは不気味だね。なかなか、まか不思議。ああ。まあ、どうなんでしょう。はいはいはい。よくある怪異話だが、色が変わったか。何かの理由で音が汚れたのかもしれないな。なるほどね。じゃあそれを見に行ってみましょう。呪いのピアノと。まあね、せっかくまあまだ心地いい、まあ心地いいと言っても結局それ怪異は怪異だからちょっとどうなのかなとは思うんですが、周りにはこいつしかいなさそうかな。ちょっとこいつやっちゃおうか。しゃがんで近づいて即上しちゃいましょう。よいしょ。単体で歩き回ってるやつは即上に限りますね。今煽られてた？お前の腕がいいんじゃろっつって。この辺の、あ、なんか聞こえる。確かに。ちょっと待って、
あ、ほらほら聞こえる聞こえる。あ、ほら聞こえるよ。あれを見ろ。どこ？あっち？こっち？でもなんか確かにいい音色の反面、ちょっとなんかか、なんかがちょっと入ってるようなね、雑音というか、雑音じゃないけど、なんか、あの、不協和音っていうの？なんかその、そぐわないような音が、少しこう、紛れ込んでいるような、この右上のスーツの人、今、敵かと思って、すげえびっくりしたわ。この、あ、ピアノ教室、あったあった。ここなんじゃない？敵がいるね。でもまあそこ、ああ、わかるわかる。そんなにズームしなくても。よいしょ、とりあえずこいつ。よいしょ。なるほどなるほど。あら、いつの間に来た？あれ、そんなにいた？それともなんかあれかな、イベントで出現するやつを見過ごしてたかな。それを確認せずに入っちゃったかもしれない。あんなにいた感じがしなかったからね。ちゃんとあの四角ボタンでポチョコンを押してから入ったから。よいしょよいしょ、先にこいつをやるのもあり。全然当たってない。あぶねー、あぶねー、あぶねー。しっかり回収、回収じゃない、確認して、ね、やらなきゃ。よいしょ。よいしょ。すげえとこ入ってんじゃん。どこそれ？裏か。裏か。え？すごいとこ入ってない？これバグじゃないの？ここ入れるんだって。中にいるやつ。入れへんやん。迷惑な演奏をやめさせようぜ。はいよ。オッケー。では失礼いたします。でもこれ、このゲームね、基本的に室内に入ると不気味さは増すんだけど、そう。不気味、そう、不気味さは増すんですよね。だけどね、敵と戦うのには狭すぎるのか、何かないかな。戦闘がなくなるので、そういう意味では逆に室内に入ると少し安心感はあるよね。一体どこから音がしていたのだろうか。不自然に流れ出す水道。一体どこへ誘われるというのだろう。だろうか。何を探索すればいいのかな。ピアノの部屋にでも基本的には何かありそうだけど、これは、あ、電源タップか、ただの。なんか音楽家、ピアノ教室っていうだけにしてはめちゃくちゃ高級そうなご自宅ですね。2階行ってみようか、とりあえず。今1階にはパッと見た感じ何かがある感じはしなかった。オーブツーダウン、で、閉める、開ける。あ、なんかある。日記帳かな？誰もいない部屋から鳴るピアノの音に耳を傾けるなんてどうかしていると思う。でも、あの月光、月光ってなんか聞いたことあるね。月光はあの子の音色そのものだった。あの子。私が指導した中で唯一本当の天才だった子。事故があの子の人生と才能を奪ったけど、あの月光だけはこの教室に残っている。そう思うと耳を傾けてしまうと。確かに曲は月光だった気がする。へえ、博識だね、アキト君。博識だねっていうか常識なのかな。俺が常識なさすぎる。みんな月光って言ったらさ、なんとなくリズムってさ、鼻歌とかでフンフンフンって言えるもの。納品書。道崎かな、ピアノ教室様。下記の通り納品いたします。品名ジョバンニ肖像画株式会社園田アートと。これって。これもまあ必要なあれだったのかな。まあその届け、お届け物に何かしら細工があったとか、そういう話かな。細工って言ったらあれだけどね。あ、すげえ、なんか漫画がいっぱい並んでる。この世界特有の漫画でしょうか。あー、間違えて閉まっちゃった。閉める開けるで間違えることがある。ここ明るいね。あー、なんかありそう。天才ピアニストとその死。ジョバンニといえば多くの人々は天才ピアニストであるサントンの死として記憶しているだろう。
だが彼自身もまた天才と称されていた時期もあった。その名声は短く、今や誰の記憶にも残っていないのは他ならぬサントンの登場が原因である。当時若干11歳の弟子サントンにジョバンニは全てを奪われることとなったのである。はぁ、まあ、おっさんより子供の天才の方が人気は出るよな。あー、それが故に恨みつらみみたいなのが。お、これ月光なの？ねえ皆さん、これ月光って曲なの？あんまり聞きなじみないけどな俺いますね。話しかけてみましょう。あなたたち誰ですか？女の子だったか。君がピアノを弾いていたの？弾くのはいいが体操近所迷惑になってるぜ。ごめんなさい、迷惑をかけるつもりはないんです。私はただ月光を弾きたいだけなんです。コンクールで弾いた思い出の曲だから。でもなぜかピアノの音色が変わってしまって、いくら弾いても思い通りの演奏にならないんです。何が原因なんだろう。この子の演奏は音そのものが汚れていた。汚れを生み出している何かを特定するしかないな。そういうことだね。まあその日記とかでね、ついつい耳を傾けてしまうって天才でとかあって、まあさっきのジョバンニだっけ？なんかその話云々があるとなんかね、教えていた先生のなんちゃらとかがありそうな気がするが、ピアノをなんかあさればいい？そういうわけではないのかな？じゃあ再び上の階を見に行く感じなのかな。何かありますか？この部屋だけさっき何もなかったよね。漫画があるだけで。どうなんでしょう。まあ、ここも特に何もなさそうだし。ここも特にね、何もなさそう。これ、すごいな。あ、キャンドル風なだけか。キャンドルなのかと思っちゃった。入り口にシャンデリアってすごいよね。それだけで、この家の、ね、ちょっとレベルの高さが、レベルの高さ？生活レベルの高さって言ったら別に間違いではないか。がね、伺えますが。どうだろう、特になさそうなんだが、なんかあるのか。あ、やっぱり納品されたやつ、ジョバンニ。あれ、ジョバンニであったよねやべジョバンニじゃなかったっけ。反応した。この絵はジョバンニなんだ。気持ち悪い。雑誌に載っていた音楽家が、さてはこいつが汚れの原因だ。え、ジョバンニ自体が月光がこの子の才能に嫉妬したんでしょ。やっぱりだ。自分の弟子とこの子を重ねて嫉妬していたんだ。へえ、なんかすごい。いや、それはドンバイだけどさ。私は天才だと認めない。あ、そうですか。私が最も偉大だ。偉大、あはは、偉大、偉大な。はいはいはい。相手にみっともねえぞ。大人は黙って子供を見守るもんだぜ。そうだよ、そうだよ、そういうこと。はい、任務進んでいくよ。 KK に任せるけどえ、みんなこの機能はさ、ちゃんとさ、自分でやってんのかな。解放 OK。 あ、絵が消えちゃった。もったいないな。絵は絵で別にね、価値はあるものだと思う。もう大丈夫だよ。これでまた月光が引けるね。ああ、すごく平和な終わり方だったね。でも近所迷惑だからやめた方がいいよ。夜な夜なって言ってたからね。昼なら引く間に、昼間にしときな。いい曲だな。そういうこともわかるんだね。どういう意味だよ。よかったね、汚れがなかった、なくなった。いや、いいですね。いい終わり方だと思います。
もう聞けないのはちょっと残念かもな、うん、そうだね、そうだね、あ、同じこと言っちゃったそうだね、あ、すげえいっぱいもらえんじゃん。これでまあ最後ね、あの依頼人って言ったら違うかもしれないけど、あ、君かな。聞いたよ、うん、元の音色に戻ったんだね。うんうん、心が安らぐよね。すごいね、君はそういう知識も逆にあったんだね。うんうん、はい、ということでね、音楽に癒されたところでね、今回は、神社の解放とサブミッション一つ進めたというところで、終わりにしようと思います。次回までにもしかしたら、個人でね、サブミッションの方は進めちゃうかなとも思うんですけど、鳥居の解放をしていくとどうやらメインストーリーにつながるっぽいので、鳥居の解放はね、また皆さんと進めていければと思います。それでは今回の動画もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。